好きです、付き合ってください。私、あなたが思っているような女の子じゃないよ。本当は男の子なんだ。ただの後輩のくせに誠につきまとってるらしいな。彼氏いたんですか。まあ深い仲ではあるな。幼馴染なだけでしょ。誠はああいう格好してるけど目立ちたいわけじゃないんだよ。今日から龍二先輩は私の師匠です。ただいま母さん。おかえり誠。学校で好きにしている分、家では母さんの望む息子でいないと。望んで憧れてたんだ、ハイヒール。かわいい。龍二先輩も誠先輩のこと好きなくせに。俺の好きはお前が思うような好きとは違うんだよ。だいたい男同士で好きだったら変だろ。さっちゃんってさ、本当に誠ちゃんのこと好きなのかな。特別、特別か。母さん大丈夫、もう困らせないから。先輩は心の底から可愛いものが好きなんだって。あれはきっと先輩の特別だ。本当の僕を諦めたくない。